駅名標西新駅は福岡県福岡市沢楽西新2丁目に所在する福岡市地下鉄空港線の駅。駅番号は K04。駅のシンボルマークは福岡市出身のグラフィックデザイナー西島伊佐がデザインしたものである。西人の頭文字 N の字に鉛筆とペン先を接中したもので西人が福岡県立周遊館高等学校や 西南学院中学校、高等学校、西南学院大学がある学生街でもあることが由来。本校では福岡市地下鉄の西新駅とほぼ同一に存在した西日本鉄道福岡市内線の西人電停についても記述する。島式ホーム一面二線を持つ地下駅。名の浜駅方に引き上げ線があり、日中設定されている。 当駅発着の箱崎線直通電車が折り返しに使用している。また、事故や災害、イベント時の臨時列車運行の際にも引き上げ線を使用する場合がある。2015年1月30日に地元の高取焼で製作したサザエさんの投販画が駅構内に設置された。現在出店されている店舗は以下の通り、定期券売り場ファミリーマート、 福岡西新駅店女子屋西人店は菓子屋。ミュゼドモーツァルト西人店洋菓子店。ドクターストレッチ西新店ストレッチ専門店。桃福岡市社会福祉事業団、桃地福祉プラザが運営する、障害者が手作りしたお菓子屋、工芸品を販売する店舗。2008年1月31日に開店。地下鉄、西人駅ラッキーセンター宝くじ売り場また、 以前営業していた店舗は以下の通り、キオスク JR 九州リテールがハローキティの商品を多数陳列するユニークなキオスクを2006年10月から2007年12月31日まで運営していた。JR 九州旅行、西陣支店2014年3月31日に閉店。2018年度の1日平均乗車人員は24,599人である。 2012年度までは、天神駅、博多駅、名野浜駅次第4位だったが、2013年度より、福岡空港駅に抜かれ、第5位となった。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。西陣も参照西陣交差点付近の明治通り直下に位置する。駅周辺は繁華街となっており、西陣商店街、ドンキホーテ、ベスト電機などがある。 地下鉄の西新駅よりやや西側の明治通りと城南線の交点付近に所在した。市営で地下鉄が建設される流れの中、地下鉄開通より少し早く廃止された。福岡市交通局空港線藤崎駅、西新駅東人町駅。ありがとうございます。